でお別れだ。え？失踪者が狙ってるの俺だけだ。ミゼラは関係ない。トカビとは俺一人。父さんを殺したのも修道院に火をつけたのも俺だ。君には何の罪もない。いいね。そんな、何を言っているの。村に戻ってクレス先生を頼るんだ。きっと良くしてくれるはず。ね、ミゼラ、もう俺は君を守ってあげられない。だけどどうか、どうか幸せに。あなた、あなた、執行者も俺を追ってきてる。俺だけを。それでいい。魔物を蹴散らしてどうにか道を切り開かないと。僕が守る。父親殺しの子供、なんて悪いやつ。極悪なトナビとは裁かなければ、裁かなければ。なんだこの声は。まさか罪の刻印から。妹に仕えることを許したまえ。ホーリーソング。やっ、おいよ、遊ぼうぜ。リフレイントリガー。やっ、やっ、やっ、やばれ。もう天井脚聖なる翼よ、ここに集いてエンゼルゲーター。やっ、さあこいつをやれよ。サイドバント、マジでやっちゃう？はっ！はっ！死にな！当ててこうぜ！よっ！ほら！死ぬより先に地獄！触れてやるぜ！パニッシュメ！またね。楽しませてくれよ！この一撃で決める！負ける！この決心！妹に仕えることを言え。ヘビ剣ソーデン、あ、間違っ、あれ、そこ、あ、聖なる翼よ、ここに集いてエンゼルゲーター。ふっ、ビジテンポここは通してもらうよ。親殺しなんて絶対に許されない。トガビトは消えろ。やっぱりこの声、罪の刻印から響いて、みんなが俺の断罪を願う声。聖なる翼よ、ここに集いてエンゼルゲーター。はっ、こういう大貢献。ザコ、痛い目を見たいようだな。負けっかい。身元に仕えることを許したまえ。響きホーリーソング。はっ、まだつけてやろう。一気になる。目障りなんだ。僕の目の前から消えてしまって。レイン貴様らと何が分かる。くだらん、すぐに片付けるぞ。はぁー、くっ、この一撃で決める。負ける。おまかせ。
身元に使えることを言え。蛇剣ソーデン、あ、間違い、あれ、はっ、通行、決定をつけてやろう。いざ尋常に勝負。消えてしまえ。お前のようなトカ人は消えろ。最悪の人殺し、執行されてしまえ。聞きたくない、聞きたくない。僕ら守る。この一撃で決める。負ける。おまかー、怖くなっかないって言うでしょ。生命の翼よ、ここに集いてエンゼルフェザー。こっちを出せ。身元に使えることを言え。蛇剣これ以上逃げ切れない。また声が聞こえる。父親殺しの子供、残酷な子供、消えるべきだ。お前は消えるべきだ。消えるべきだ。声が、執行を求める声が聞こえる。そうだよな、分かってたことじゃないか。罪を犯したトカ人は裁かれていなくなるのが当然だって。だったら俺はもう、ああ、ミゼラ。
誰？うっせえ、黙れ。質問とかだりんだよ。今は楽しい掃除の時間だろ。楽しませてくれよ。悪いけど秒で終わらすわ。勝者はあんな簡単に。さてと、よう、お前トガ人だよな。国から来たのか。え、何？なんだよ、ちげえのか。あいつまたハズレつかませやがった。めんどくせえ、いちいち相手してらんねえわ。あ？お前なんで逃げねえの？俺は、トガ人だから、みんな、俺がいなくなるのを望んでる。消えてほしいって思ってる。だから、俺は裁かれて消えるんです。それが、世界のためだから。お前ムカつくな。何をするんですか？みんなが望んだから消えるだと？お前はそれで満足か？お前の意志はどうなる？この世界は全部の人間の価値観ぶっ込めるほど広くねえ。譲れない誰かがいる限り、譲らなきゃいけない誰かがいる。だからいつだってぶつかり合ってんだよ。相入れねえ意志ってやつが。意志？ありたければ消せ、いたければ蹴り落とせ、欲しければ奪え、望むなら書き切れ。それが狭苦しい世界の真理だ。なのにお前はどこの誰とも知らないクソ野郎にタダで譲るのか。お前の場所よ。意志を捨てて命すら他人任せ、そんなやつは今すぐ死ね。いや、それを選ぶ誇りすらねえな。殺してやるよ。俺が、俺の意志で。終わりで。避けたか。案外すばしっこいじゃねえか。だが、今度こそ終わりで。ダメだ。もう逃げ切れない。死ね。俺が終わる。なぜ泣く？食えることなんてないはずだろう。お前は自分を捨てたんだからよ。なのになんで死を悲しむんだ？俺はこの手を血で怪我してしまった。許されざるトガ人だ。消えるべきだって分かってる。それなのに
のに俺はこんなにも死ぬのが怖くて生きたい。そうか、甘ったれんな。お前は後悔してるのか？お前の罪を。もう一度同じ場所に立ったとき、罪を犯さず綺麗な手でいることを望むのか？俺は、嘘はない。だって、それじゃ、ニゼラを救えなかったから。誰に何を言われても、これが許されない罪だとしても、俺は犯した罪を後悔なんてしない。だったら選ばせてやるよ。罪に飲まれるか、罪を食らうか、汚れた定めで答えを刻め。まといし希望の剣、ブレイズオイジプス。はあ、一気に切り抜ける、蹴散らせ。俺はおさっとしてんじゃねえ、来るぞ。俺は確かにトカ人だ、裁かれるのが正しいはずなんだけど、それでもこの手が血で汚れていたとしても、俺はまだ俺は生きていたいんだ。断ち切る空が一線。俺がみんなを守ってあげる。楽しくなってきたじゃねえか。俺も混ぜろよ。僕が守る。こんな宴は久しぶりだ。ワクワクしてくるじゃねえか。せっかくなんだ、もっと盛り上げようぜ。この人、助けてくれるの？聖なる翼よ、ここに集いて。
盛り上がれ。もう天井か。身元に使えることを許したまえ。日々ホーリーソング。はっ。有効。守る。私、こっちを出した。身元に使えることを言え。ヘビケンソーレン。は、間違っ。あれ？うまく、自治成功。ちょっと骨がなきゃつまんねえな。せっかく楽しくなってきたのによ。あの、ありがとうございます。でも、どうして助けてくれたんですか？面白えから。は？罪に飲み込まれずにブラッドシーンを引き出せたのはお前が初めてだ。どうなるのか見てみたくもなるだろう。ブラッドシーン、この力の。それにお前はもう自分の命すら他人の意志に任せてた。さっきまでのお前じゃねえ。自分の意志で生きると決めたやつを殺す理由はもうねえよ。お前、名前は？カナタです。俺はビシャスだ。じゃあな、カナタ、面白いもん見せてくれてありがとうよ。あの、行く場所がないんです。俺、トガ人だし。だから一緒に行ってもいいですか？好きにしろよ。それがお前の意思ならな。ああ、ミゼラは無事に村に着けたかな。私のために犠牲になんてさせたくない。逃げるなら二人一緒じゃなきゃ。あなた、何、あのまがまがしい力は。お前は何がしたいんだ？
いい天気になってきたな。お前もしかして晴れ男？わかんないです。いや、そこ真面目に答えるとこじゃねえし、いつまでも辛気臭い顔してんなよ。ごめんなさい。あの、今はどこに向かってるんですか？内緒。その方が楽しいだろ。余計なこと考えてる場合じゃねえぞ。楽しいお客さんだ。いたぞ、捕らえろ。騎士だ。いざ尋常に勝負。トガオリとトカビトを捕らえろ。抵抗するなら殺しても構わん。トガオニ、戦闘中にボサッと突っ立ってんじゃねえよ。間違えて撃ってやろうか？それ間違いじゃないじゃないですか。聖なる翼がここに集いてエンジェルフェザー。そこ飛んでけポリス。マジェスチャン。そこセイドア。さっさと片付けましょう。元に使えることを許したまえ、響けホーリーソング。吹き飛ばす自治戦法。この一撃で決める。負けるものか。僕が守る。えっ、私本気を出した。元に使えることを蛇剣ソーデン。間違い。あれ？そこ！あなたに不穏なる怒りの力、目の前の大ピースを飛ばすわ。万象を成し得る今太鼓に刻まれし、その我が呼び声に応え、今こエンシェントカタストロフィー。これが私の研究成果よ。退けられた。でもまだまだ来るみたいだぜ。てか、こんな偏僻な場所にも騎士団っているんだな。そりゃいますよ。この辺りの村で悪いことをした人は駐屯地の騎士団に引き渡す決まりですから。それって必要か？相手が悪人なら大好きなビジョンオーブで裁けばいいじゃねえか。ビジョンオーブで罪が転移されたからといって必ず執行者が来るわけじゃありませんよ。多くの人が断罪を願った時に初めてその人はトガ人となり、トガ人の前に執行者が現れるんです。なるほど。ちっぽけな罪しか犯せねえ小物じゃ執行者も来てくれねえわけか。はい、そういう時のために騎士団はいるんです。だってこんなの誰でも知ってる常識じゃないですか。知らねえよ。俺ビジョンオーブ使ったことねえし、つーかそもそも持ってねえし。え、そんなの嘘ですよ。ビジョンオーブは生まれた時に必ず一人一つ与えられるはずなのに、あなたは一体。さっきのやつが言ってただろ、トガオニ、そう呼ばれてるらしいぜ。